はよう。すごいクマちゃん、たくさんありがとうございます。組体操クマなのかな、ハッピーバースデーのフルーポーチョバルーン、ありがとうございます。まさふみさん、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアまさふみさん、タピチバの嬉しい、やったー、ハッピーバースデートゥーユとございます。みつきおうし双子神さん、しし座に乙女座天秤座、さすに咲いてさすしてやひさ、水神最後にうおざ、今年も良い一年になりますように。誕生日おめでとうございます。おはよう。ナラブさん、たまー、首体操タワー、首体操タワーなってるありがとうございます。ありがとう。
カモン、あよ。ナワソン、ご機嫌うるわしゅうございます。組体操クマに似たタワーがあるかどうかちょっとね今思ったんですが、全然違うかなって突っ込まないでください。週末になると天気悪くなるもんね。わかる、それはめっちゃわかる。嫌よね。こちらこそありがとう。楽しかったよ。はい、ナイラブさん、組体操タワーありがとうございます。なんかいっぱいいるからいっぱいいるやつにしたよ。これはリラックマなので超10代の時ですね。懐かしい。いろんな荷ができてないということはそういうことです。ごめんなさい。ああ、ワンダフルなアニメ見てますよ。現在進行形。今日はねまだ見てないんだ。ていうか最近のやつ見てないから、サトルくんが告白して初デートみたいな。あのとこまで確か行きまして、で そっからの記憶があんまりないっていう、多分見たら記憶が蘇る気がする。でもそこが印象的すぎて。初デート、ついに付き合っちゃった。いや付き合ったとは言ってないんだよねあれね。すごい不思議だよね。うん、なんか少女漫画みたいになっちゃって。なんかいやあのなんというか、ちょっとなっちゃった。あのいろはちゃんの気持ちはめちゃめちゃわかりましたね。なんかってなった時からなんか考えて考えて、うん、確かにそういう気持ちが芽生えるのか、特別なワンダフルかって思いました。
なんかね、なるほど。悟る繰り返しはちょっとね、面白かったですね、あれは。なんだろう、頑張れってレイメイが結構厄介者で、ちょっと面白かったです。いや、さすがにね、そういう人がね、一人ぐらいそういうところにいないと。うん、あ、よ、いや、そう、サタルくん頑張れよってなんかもう一歩ってなんかすごかったですね。もうなんかえ、分かる、メイメイ天線の大福が最高すぎたあれはめっちゃもう最高級に面白かったですね。いや、大福のね、声も声でね、ちょっとね、好きですね、結構。ニコ様がさ、略してるじゃないですか、その。で、その時のね、あ、ちょっと面白い、声って。わかる、それな。ちゃんとね見てないと多分今の話ついてきてない気がするよね。そう、雰囲気はワンダフルっていう、そのワンダフル雰囲気っていうアニメがあるんですけど、まあそう、あ、この度なんでもないいや、どうしよう、この度って言っちゃったからいや、こんな軽々しくそんなこと言わないんですけど、まあ誰とは言ってないからいいよね。フィーアのね、フィーアがね、フィーアがいや、これは訳さなくていいのかヘキアのフィーアがね、初めて届きました。そう、フィギュアが、はい、フィギュアフィギュアなんて言ったらいいんだろうね。私フィギュアって言ったことないの。フィギュアうまく言えないやつそうが届きました。ありがとうございます。あと初めてネイバーが届きました、ついに。多分ね、タンプレなのかな。本当に嬉しいですね。ネイバがついに届きました。嬉しい、嬉すぎます。あ、ぜひぜひ大福の可愛いシーンを見たい方はぜひ35話を見てください。はい、その通りですいや、本当に皆さんありがとうございます。というか、ついにネイバが届きました。初の念願、もう欲しかったものでございますね。皆さん、限定品のぬいば、いつでもお待ちしておりますインパしないと買えないので、ぜひインパして楽しんで、存分楽しむ前に私のために限定品のぬいばをお願いしますはい是非東京にお住まいの方とかね、ラピのファンとか多いかなと思っていたりするので、は
お待ちしてます。させ。インパというのは、パークにインすることですね。あのテーマパークにインすることインパって言います。はいはい。謎そのままでございます。あのネズミの、ネズミではないんですけど、まあみんなが言うネズミの国の夢の国のテーマパークにインすることをインパと言いますね。はい、ご入場をすることでございます。ね、今のね大きさはこのぐらいの大きさでございます。あ、まあなんか個体によって違うんですけど、後ろにねあの針みたいなのがあります。チェーンと針があって、ぬいぐるみなんです。で、まあ見たらわかります。他のやつと大きさが全く違うのでこのぐらいです。で、だいたいパラオちゃんとミンキーちゃんとミッキーがあとグーフィーとか、あとね C の方に行きますと、エミミとか、キレルとか、最近だとクッキーとかいたりするの。クッキーにさ、ずっと略さないが多分いると思います。はい、ぬいぐるみでございます。で、まあ、私が基本的に欲しいなって思っているキャラクターといえば、ランドだと、ミッキー、オアミニーで、Cに行きますと、そう、で、Cに行きますと。ヘイメとヒテラルいや頑張ってごまかしてる。あのウサギのことシャリミですね。はい、マジミキで認識した、やばいやばいですね。私の好きなキャラクターですね。ネイバーでよくあるのだと、よろしくお願いします。いや、どっちも行かなきゃいけないとか思わないで大丈夫ですよ。あの大変ですからね、さすがに。あのインパするだけでね、最近はねこれがねより高くなってしまいましたからね。インパスもなくなっちゃって残念。うん、じゃなくてもぜひ楽しむために行ってみてはいかがでしょうか。最近新しいパークあのところがねできたりしましたからね、はい、ぜひぜひ、はい。では終わりたいと思います。スキーバーガーさんありがとうございます。 Thank you very much. ありがとう。 And time is 大河子さんありがとうございます。 And 11 is ハキピさんありがとう。 Time is 都市獲得しまのヒグさんありがとうございます。 Time is 8 is ヤシケさんありがとうございます。 And 10 is あ、間違えた。 7 isデイビッドさんありがとう。エジエズブラブさんありがとうございます。エフエズユズキチさんありがとう。
ほうじすかこぴひさん、ありがとうございます。エンセディーズピピピトマト、ありがとう。セカンドイズのずみおんごさん、ありがとうございます。エンドフィーイズナルブさん、ありがとうございます。そしておめでとうございます。ありがとう。ということでね、本日も配信ありがとうございました。あー、せっかく来たのに終わり。はい、またぜひ来て。コンコン、はい、ありますよ。ホンテッドマンション楽しいよ。クリスマスのね、ホンテッドマンションめっちゃね、面白いです。かわいいです。はい、ぜひぜひ。今からの時期ですね。うん、おやすみちゃん。ワーク、ありがとうございました。またね。それでよー、本当にお前ちゃん季節変わりするよー。